教えてはくれたんですがね、本当の本当の部分っていうのは記述史は隠すんですよ。金田一という名前がなくてもなんとかないんじゃないか、そういう自信というかね。悔しくて悔しくてって言って、今に見ておれっていうようなですね、知らないっていうことを知ると勉強します。はい、若い時に本当のものをよく知っといてほしい。何かに興味を持ったら、そのことは絶対忘れちゃいけないよと。